はいみなさんこんにちはレクセン2講師の森山です で今回は V マジック攻略講座のの編についいてて話を少しささせてくださいで v マジック攻略講座は、まあ、v マジックえ使用書士 V マジックという私が書いた書籍があってそれを使って択一編といった形で知識をお話をするそのような講座である択一編とそれから記述問題を使って記述の解放これを身につけるんだという記述編に分かれておりますがもうその択一編の方は V マジックのテキストを使ってそこに書いてあることのポイントをお話をする するんだなと難しいところとか理解できないところをお話をするんだということでまあ、皆さんもあそういうことをやるんだなというふうに多くの方が分かりやすく理解をしていただけるかなというふうには思うんですねで、その中でもまあガイダンスだとかそういうのをいろいろやってあユニット制なんだなとそれから卓一の足別問題集が配布されるんだなとそんな形で理解をしていただけてるというふうに思いますがこちらの記述編について一体どういうことをやるんだろうかという疑問を持っている方も いいいらっしゃるという,ふうに思いますねですから今回はその部分についてお話をしていきたいと思います。画面の方に出しましたが、こちら V マジック攻略講座キーツ編と書いてありますが、こちらのお話といった形になります。で、卓位線については、ちょうどパンフレットでいうとお隣に載っておりまして、これがまあよくですね、ガイダンスなんかでもお話をする、この私が書いた司法書士 V マジック、これをテキストにして、 お話をしていくで講義をペースメーカーにしてしっかり年内のうちにインプットをやっていきましょうで復習も1人じゃないですよなんてお話が書いてあります。で今回お話ししたいのは「こちらです喫煙」は V マジックのテキストを使うわけではありませんじゃあ一体何をやるのかというところからお話をしていきたいと思いますがまず簡単に言っちゃうと。 記述問題を短時間で解き合格点を取るための解法を身につけるというふうに書いてあります。これが全てです。記述問題というのは知識があるだけで解けるわけではなく解放というものを身につけなければいけない。その解放というのも大きな意味から まあ小,さなまあ、小さな意味から大きな意味までいろんな意味で考えられますがまず小さな解放で言うと、まあ、例えばです、ねえー、こう定当権があるからこれに気をつけましょうとか寝、まあ、定当権があるからまずは元本確定前確定後のチェックをするようにしましょうとか、まあ、そんな形での部分部分の解放というものはあります。でそれについては、えー、このインプットの講義つまり V マジック攻略講座択一編のところでも一つ一つ気逸問題を意識した話これはしていきます。そ、まあ、そもそも、v、マジックの テキスト自体が規律を意識した、まあ、特に不動産投機、商業投機用ですが、規律のそういうテクニックのレベルや解放のレベルまで、えー、きちんと身についてほしいということで書いてありますから、そういうふうな、まあ、細かな部分部分のテクニックみたいなものは、もちろん択一編の方でもお話をしていきます。そそこでそれを集積した後に 統合してていいくくののがこの編だとううふうに思ってください。えつまりここではそういう小さな解放ではなく問題をどっから手につけるのかどっから手をつけるのかまずえこの部分を読んでその後にここを考えましょうで、えー、これを見た後にここをチェックしておきましょうでここにメモをしておきましょうといったようなもう実践的なあ講座になっていきますこれが編という形になりますじゃ具体的に何をするのかというと問題の解説をします。 で先ほどお話した通り気質の解放というのはもう部分分の要素もありますから数もひっくるめると。 もうそのですね問題を解くだけでは身につかないのではないかという疑問もありますがもうそういう細かなテクニックなどは卓一編の方でお話ができますのでこの記述線のところは実際に問題を解きながらそのどこから読むのかとかそういう話をしていきたいというふうふに思いますね。実際は問題を解解ききなががらのの方がそういういって理解ででるんですよで今までの人生の中でも私も全部そうでしたがその理論書みたいな理論を学んでも実際にどうやるのってことが分からなければなかなかやる気も起こらないんです、ね。 ですからもう実際に問題を解きながらあまずこの問題がありますじゃあここを先に見てくださいえここにメモしてくださいえそのようなことを実際の問題を解きながらお話をしていきますで問題を解きながらだと今度は体系的に身につかないじゃないかっていういろんな パターンが身につかないじゃないかってことになりますがそれも安心をしてください今回は不動産登記六問商業登記六問ありますがそれぞれバラエティに富んだ問題を取材をしていきますからもうどんな問題が出てきても回答ができるようなそういうふうな解法をお話ができるかなと思いますそれから一問について九十分時間をかけますからその解説の中で話を膨らませることによってもう解法というものがその問題を解く ためだけのものではなくもしこういうふうな記載があったらこうなるよとえこういうふうなことになればこうなるよって形でもういろんなことを膨らませてお話をしていきますのでもう完全解説ができると私は言っておりますがその90分のところでいろんなお話をすることによって皆さんはそれでもいろんな問題に対応できるようになっていくということが1つあるんだということです。そ、まあ、そんんんんななな形でででで実際にに皆皆皆さささがが現現場場対応しけければいいいののは皆さんですからその皆さんが現場でどういう,ふうに 解けばいいのかそういうものをこの記念のところではしっかりお話をしていくといった形になっていきますで、じゃあですねその解放というものが まあ実際のこう解放を身につけようと書いてありますが、えー、私がです、ね、お話をしたい解放というのは基本的には時間がない中でいかに解くか時間がない中でいかに取るかということをきちんと考えてやっていくつまり、答案構成要旨を使用しないと書いてありますがもう例えば党、ね、規模に書いてある所有者 A 所有権移転 B とか抵当権 C とかそういうものを全部図解をしていくというやり方もありますがそんな時間は ないのが現状です択一をいかに縮めるかということも重要ですが残った時間の中で既逸問題をいかに素早く正確に解くかということが求められます。その時に いいいいらなななななような図解などをしてるる時間ははありませんなるべく答案構成用紙は使わないですから私の講座を受講して合格する方なんかはもう始まった瞬間に答案構成用紙をすっと閉まっちゃうとこんな感じになったりはするわけですよね。というわけで答案構成用紙をなるべく使わない、まあ、使ってもいいんですけどなるべく使わないでつまり図表などをなるべく書かないでシンプルに解いていこうという形になっていきます。 ですから、登記簿の情報は登記簿を使えばいいわけですよ、等規模を採掘しながら使っていきますだからそんな形でなるべく図解などをしない、チャートなんかを書かないで、いかに問題をスピーディーに解くか、しかも正確性を保ったままというような解放ねお話をしていきたいというふうに思います。 と、えー、とですよねえとにかく、えー、時間がないっていうのは午後の部、これはおかしいですよ、3時間であんだけ問題解かせると、で特に選択肢すべて読んでる時間ありませんからもうこれは軸足検討でいきましょうみたいなあそういう話をしなきゃいけないそんな試験というのは原則おかしいですよねでもおかしいと言ってもしょうがない我々はもう批評家ではなくプレイヤーです,からですからそれに対応できるやり方をしていこうといった形になってきます。 でそれからですね最後のところですが本試験で基準点を取るための方針を示すでこれもですねあの本試験では択一できちんと合格点を稼いでつまり、えー、上乗せ点を稼いで,で期日は本当にこう基準点ギリギリでも仕方がない面がありますそれは満点取ろうというのはきれい事としては素晴らしいですが現実として基準点ギリギリになってしまうわけですよ。でその時に基準点はクリアできた 択一がきちんと合格点取れてるから、期日は基準点あればいいんだ、基準点は取れたぞって状態にどう持っていくかっていうことも、これは大事な要素ですよね。綺麗事ででは済まないわけですもう 本試験本当にぎりぎりになっちゃうその時にどういう作戦を取るかというのが合否の分かれ目になるわけですよでその時に、えー、期日不動産投機はここで切り上げて商業に行こうとかそういう作戦だって当然必要になるで基準点ギリギリでいいためにはここは捨てようとかそういう判断も必要になるきれいことじゃないんです現実にどんだけ合格するための答案が作れるかそういうことをお話を本音でしていくとそういうことになっております とということで、まあ、V マジック攻略講座をセットで受講すれば気鬱縁がついてきますのでこ気鬱縁のところでしっかり気鬱でも得点を取れるように解放というものをしっかり身につける丁寧な講義1問90分かけた丁寧な講義をしていくといった形になりますからぜひこれを利用していただいて。 記述の解法を身ににつけけていいればとううふうに思います。で、先ほどお話ししましたがこちらの講座は V マジック攻略講座という名とは裏腹に V マジックのテキストは使いません V マジックは卓一炎鈍で使って基本的なそのような手筋を身につけてもらった上でこの記述炎鈍で総合的な解法を問題を使ってやって形になりますですからオリジナル問題もうオリジナルのですね創作問題当連や模試で出てくるような問題これを使って いろんなパターンを用意してそれで皆さんに解法を身につけてもらうといった形になりますからぜひ予習で問題解いてもらって解説の方をしっかりゆっくり聞いてもらって解法の方を身につけていただければというふうに思いますでは今回ですね V マジック攻略講座のキーツ編についてのお話でしたこちらを利用してぜひ解放を身につけて合格点を勝ち取っていただければと思いますそれでは終わりにしましょう